に入りました。はい、あとほんと1ヶ月切って、もうね今年もお待ちそうなんですけど、ちょっと年末に向けて少しこう動画を配信するペースを早めていけたらいいなって思ってるので、まあ、ちょっと頑張って動画撮っていこうと思ってます。はい、で今日は可愛い濡れ髪ヘアを作るための、私のおすすめオイルをご紹介していきたいと思います。で、もうここ最近、っていうかもうここ数年濡れ髪ヘアがすごく流行っていて、もうそれに対するオイルも本当にねたくさん出てると思うんですけど、まあ、その中で私が本当におすすめできるオイルを今日は紹介していきたいと思うので、ちょっと濡れ髪ヘアしたいけどどんなスタイリング剤使っていいか分かんないっていう人はぜひぜひ参考にしてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、では早速ご紹介していきたいと思います。はい、でまず一つ目はこちら、これがオーオイルというオイルになります。見たことありますかね。はい、まあ、インスタとかでね結構流れてくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、割と新しめのブランドさんなのかなって思ってます。でこのオーオイルはどんな人におすすめかっていうと、まず1つ目、毛量が少ない。2つ目が、ボリュームが出にくい、ちょっとペタンとしやすい髪質の人におすすめのオイルになってます。でなんでその人たちにおすすめかっていうと、割とつけた時のテクスチャーが軽めなので、もともともうペタンってしてるけど、なんか重いオイルを使っちゃうとすごくなんだろう、もう油ぎっしゅになっちゃって、なんかお風呂入ってないみたいになっちゃうみたいなそう、そういう人たちいると思うので、まあ、そういう毛田家さんたちにすごくおすすめできるオイルかなと思ってます。まあ、なのでそういった方たちに向けておすすめするものなので、量もそんなに思いっきり使わなくてもいいかなと思います。まあ、10円でもちょっと少ないぐらいを最初は使ってみて、それでちょっと足りなかったらもうちょっと足してあげるぐらいで、はい、いいんじゃないかなと思います。うん、で、まあ、本当に肌に優しい商品なので、まあ、顔にも体にも髪の毛にも使えますっていうことなんですけど、一個へーって思ったのが、ベースメイクにちょっとオイルを混ぜて使うとしっとりして保湿力が上がっていいですよって書いてあったので、まあなんかああそうやって使うこともできるんだなってちょっとね、ちょっとへーって思いました。うん、まあ、なのでね本当に肌に優しいプロダクトなんだろうなっていう感じがしてます。香りは、ラベンダーの香りなので、まあリラックスできる落ち着いた香りなのかなと思います。でこれは 50ml 入って、3190円なので、値段的にはそんなにすごい高いわけじゃないんですけど、他のオイルに比べると 50ml ってもう本当に3分の1とかちょっとね少なめの量になるので、まあ単純に少ないなっていう印象にはなります。はい、たださっきも言ったみたいに、まあ、ペタギュさんだったりとか毛量少なめの方への私はおすすめのオイルなので、まあ、そこまで量を使わないかなって思うと、まあ、そんなにコスパは悪くないかなっていう気もしてます。はい、まあ1つ目、おすすめのオーオイルです。はい、で2つ目のオイルがこちら、これがダビネスっていうブランドのオーセンティックオイルっていうオイルです。これはねもう割と皆さん見たことあるんじゃないでしょうか。なんかインスタとかでねおしゃれさんとかがよくあげてるオイルです。で、まあ、ダビネスどんな人におすすめかっていうと、まず1番、毛量が普通から多めの人。2つ目、くせ毛。3つ目、ボリュームが出やすくてしっかりした毛の人におすすめになってます。まあ、本当に毛量も普通だし、まあ、ちょっと広がるかなくらいの人から結構くせ毛でわーっと広がる方とかまで、まあ、幅広く使えるオイルかなと思ってます。はい、テクスチャーはちょっと重めです。
でこのダミネスっていうブランド自体のちょっとお話をすると、ブランドコンセプトとしてサスティナビリティっていう環境とか自然を大切にしてちゃんとずっと続いていく社会を作りましょうっていうコンセプトを掲げているので本当にこういう容器がリサイクルできたりとか無駄なテクノロジーを加えずに本当に自然なものをいっぱい使って環境だったり人に優しいものを作りましょうっていう、すごくね素敵なコンセプトがあるので持ってるだけでいいものを使ってるなっていう気がするようなブランドになってます。すごくね本当に素敵な取り組みだと思うので、なんかオーガニック製品とか自然に優しいものとかが好きな人には、そういうブランドコンセプトもすごくねぴったりくるものなんじゃないかなと思います。はい、でこの香りはちょっとね香水みたいにトップ、ミドル、ラストみたいなのがあって最初はレモンとかベルガモットとかちょっと柑橘系っぽい香りで真ん中がゼラニウムとかシダウッドとかのちょっとウッディっぽいような香り、最後がローズとかネロリとか深めの甘い香りになってくるっていう感じなんですけど、なんか全体通して私は植物っぽい葉っぱとかなんかそういう植物っぽい香りがするなって感じがします。なんかそんなに柑橘系とかの香りはあんま感じないかも、っていう感じで、でもお客さんとかにつけると本当に一番すごい匂いって喜ばれるオイルですね。はい、なので香りもすごくいいと思います。でこれは 140g 入って、4400円ですね。はい、なので量はもう本当に、たっぷりあって、ただ他のオイルに比べると結構私が見てきた中では一番高い部類に入ってくるので、ちょっと値段は少し張るかなっていう感じはします。普通の人から多忙の人に使ってもらうように紹介してるんですけど、500円玉ぐらい結構ねたっぷり使ってもらいたいものなんですね。はい、でそれぐらい使って大体でも3ヶ月ぐらいかな、私が使って3ヶ月ぐらい持ってるのでそんなにコスパがすごい悪いっていうわけではないと思います。多少高いですけどおすすめできるオイルになってます。はい、で最後がこちら、これが N ドットのポリッシュオイルです。これはもうみんな見たことあるんじゃないかな。本当に N ドットのこのオイルが一番最初に話題になって、そこからいろんな真似したオイルとかもまあ発売されていったので、本当に濡れ髪オイルといえば元祖 N ドットっていう感じのオイルです。これはどういう人におすすめかっていうと、1つ目量が多くてどうしようもないと。で2つ目は癖毛の人、で3つ目はやっぱりものすごくボリュームが出やすい人、4つ目が雨の日におすすめのオイルです。今日紹介した中でもそうですし、割とかで使ってきた中でも相当テクスチャー重めのオイルになってます。はい、なので特にやっぱペダ毛の人とかが使うともうギットギットになっちゃうかなっていう感じのオイルですね。もう私が本当癖毛で何もしないと本当ブワーッと広がっちゃうので、もうとにかくボリュームを抑えたいっていう人にすごくおすすめです。はい、これも天然由来成分のみで作られてるオイルなので肌にすごく優しいものでできてますっていうことです。はい、でこれねすっごいよく聞かれるんですけど、 N ドットはこれはもうサロン専売品になるので基本的に、美容室だったりとかそういう提携してるサロンさんでしか買えません。はい、なのでやっぱねデパートを探したんですけどとか薬局探したんですけどなかったですっていう人がすごい多かったので、一時期そういうところにこう流れてたんですけど、でも本当にサロン専売品にしましょうということで、もしね欲しいなって思った人はそういう美容室を探して買いに行ってもらうといいと思います。私が働いてる美容室でも使ってるんですけど、やっぱ一番売れてますね。 N ドットが一番売れてます。はい、で N
ドットのオイルはマンダリンオレンジとベルガモット、柑橘系の香りになってます。はい、これもねつけると結構いい香りだなって言われることが多いですね。まあ、爽やかな感じです。はい、これがですねサイズが2つあって、はい、これが 150g でこっちがね 30g ちっちゃいオイルになってます。はい、で 150g の大きい方が3740円で、こっちが 30g で、1320円のものです。持ち運び用にって多分ちっちゃいのがあるんですけど、まあ、正直私はエヌドットって割とたっぷり使ってほしいオイルなので、このサイズだとねちょっと小さいかなっていう気がします。まあ、どうせ買うなら大きい方買っちゃった方がお得だし、うん、私はこっちがおすすめだなって思います。500円玉分ぐらいしっかりつけてもらって、まあ、足りなかったらもう少し足してっていう感じで使ってもらうといいかなと思います。はい、こんな感じで私のおすすめのオイル3つご紹介していきました。はい、重さ的にはオーオイルが一番軽くて、タビネス、エヌドットっていう風に徐々に重めになっていく感じです。はい、で、このオイルのスタイリング剤を使う時の注意点として、ちょっとね知っておいてほしいことがあるんですけど、まずお風呂に入った後アウトバス の, ドライヤーの前に使うオイルとしてはちょっと不向きなオイルです。はい、まあ、なんでかっていうと補修メインで作られてるオイルではないので、髪の毛のダメージを防ぐとか補修しながらケアしていくっていうものとは少しまた変わってくるので、まあ、それは本当にそっちに特化したオイル、まあ、それも今度紹介していこうと思うんですけど、本当にちゃんと補修メイン の, オイルを使った方が私はいいと思うので、まあ、このオイルは本当にスタイリング剤として朝出かける前に使うオイルとして使ってもらうのがいいと思います。あとたまに聞くんですけど、アイロンとかコテの前につけますっていうのは本当にこれはやめた方がいいです。まあ、水とかもそうだし、やっぱ髪の毛が湿った状態でアイロンを使ったりするとめちゃくちゃダメージにつながるので、必ずアイロンとかコテで巻いた後最後の仕上げにつけてくださいっていうのと、髪の長い人、私とかもそうですけど、こうやって髪の毛が洋服につく人ってエヌドットとかダビネスはちょっとねオイル染みができたりする場合があります。まあ、私もシーズンが終わってクリーニングに出せば、まあ、それほど気になるものってないんですけど、やっぱりそういうオイル染みができるっていう声もやっぱ聞きますし、あとオイル自体がちょっと黄色いので、白いシャツとか白い洋服を着た時にちょっと色薄れする場合があります。はい、なので、まあ、それはね本当に自分でちょっと気をつけてもらうしかないと思うんですけど、まあそんなこともあるよってことなので、ちょっと気をつけて使ってた方がいいかなと思います。まあそんな感じですかね。アウトバスじゃなくて、まあ、スタイリング剤として使うっていうのと、あとは、アイロンやコテの前に使わない、まあ、オイル染みや色移りにちょっと注意する、この3つは覚えておいてもらうといいんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでちょっとね今日長かったかもしれないんですけど、私のおすすめのオイルをご紹介していたので、どんなオイルを使っていいか分かんなかった人は、まあ、髪質だったりとか毛量とかを参考にしながら選んでもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでまだまだ濡れ髪ブーム続くと思いますし、まあ、私みたいに本当にくせ毛で広がる人にはもうなくてはならないマストアイテムだと思ってるので、ぜひ買う際は参考にしてもらえたらいいなと思います。まあ、こんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。